皆さんこんにちは。今日は2024年4月29日放送のレベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ第4話予期せぬ来訪者のネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。バリロッサお笑いキャラだった。ポンコツで受ける。魔王が訪問してくるようになる不良たちの家。家や畑ごと転移できるのチートすぎ。勇者のせいで魔王の逆鱗に触れた暗いロード。ご愁傷様。ザマーアンケン。知らなかったとはいえ魔王に剣を向けたり魔王に面白い女認定されたりドラゴンスレイヤーの称号よりよほどの功績かもですね。バリロッサ良い女騎士なキャラしてる。笑い。平穏のために逃げに徹する不良だけど。魔王軍総攻撃の理由になるのは笑う。王女は優秀だけど王と勇者はダメだ。2話以降面白いな。4話大畑清隆コンテの安定感よ。魔王を前にビビりまくるバリロッサ面白い。笑い。騎士としては倒すべき敵ではあるけど本能が恐怖を抱いているって感じだろうな。魔王と人間が一緒に優雅に朝食とってる光景は異世界アニメ王子といえどなかなか見られないぞ。笑い。ヘンリースが魔王との架け橋的な存在になってる。屋敷はともかく畑まで転移とは。4話も最高でした。次回も期待しています。バリロッサは災難でしたね。笑い。でも魔王って頭いいし普通にいい人でしたね。それと比べて勇者は不良たちがまた平穏に暮らせるきっかけになったのは良かったかもしれないけど人間は大丈夫ですかね。急な魔王ヒルートの浮上に吹き出した。予想できない面白さが癖になってきてる。面白いわ。原作知らなくて初見っていうのはあるけど制作陣が愛情を持って作ってるのが伝わるしベタな展開ではあるけど声優陣の安定感が支えてて安心して見てられる。最近お付き合いで見てるアニメ多くて慣れてたけど楽しみなアニメがあるのはありがたい。私も称号欲しかったのバリロッサ笑い。ステータス画面に魔王って出てる人と話してるからと聞いてバリロッサやば。火の冷や汗大量のバリロッサの表情、隣に座らせられてガクブルのバリロッサの表情、気絶してて笑い。おもろかった。ああ魔王を怒らせちゃった。バリロッサとゴールの笑えるシーンが多くてとても面白かったです。オープニングとエンディングも昔のアニソンのように萌え萌えな感じが最高です。フォアも期待しています。いよこせプワケだ。勇者の喋り方いちいちうっぜーわ。まったりしてるのは不良の寛容な構え方だけね。話全体がまったりしてたら切るつもりだったけど面白い。バリロッサ笑い。可愛い系キャラのボケボケな姿見るのめちゃおもろい。偽名ござるて。バリロッサさんの不憫ムーブがとにかく楽しかったです。ぜひ幸せになってほしい。面白かった。今回は全体的に平和だった。バリロッサの泣き演技良すぎるし魔王めっちゃ良いキャラしててよかった。バリロッサずっと死んでる。毎日モザル殿と会ってるし勇者の口調に超聞き覚えが。バリロッサ面白い女認定されてるけどドラゴンスレイヤーより魔王に剣を向けてる方がやばいんだよな。不良の規格外の能力選択の優しさが垣間見ることができたし魔王も威厳を見せる回でとても良かったです。キャラも揃ってきて面白くなってきましたね。ゴサル殿、元井魔王様、不良だけでなくバリロッサにもご執心。そして勇者、いろいろな意味であかん人やな。魔王の側近ウリミナスちゃんかわえ。いい最終回だった。まだ4話。魔王めちゃくちゃ遊びに来るやん。そして気に入られる女騎士笑い。いや金髪勇者憎めないわ。原作からヘッポコぶりが振り切れたキャラではあるけれど、アニメではさらに村田さんの演技が面白すぎる。次回から転移後の新生活も楽しみ。ゴールの誘いにも勇者の誘いにも乗らない選択をした不良の取った手には驚いた。こういうのもまあありか。バリロッサも苦労が絶えないだろうけどこのままリースらと平和な生活を楽しんでほしい。でも国王も魔王も向きになって探しそう。バリロッサ面白い女、魔王に気に入られて大変でござるな。そしてアホ勇者、あいつ一回マジで痛い目見ないとダメなタイプだな。さて魔王ブチギレであの国は大丈夫かな。家ごとワープしたのはロタ。
そして扱い上はモブなのに異様な存在感放ってた金髪勇者。ウリミナスがユカリンなのよすぎ。てかもう4話か、早い。 CV が豪華すぎて鳥肌立ったんですけど。なんかよく間違えられてるけど、魔王軍四天王だったのはリースのお兄さんの方です。もちろんリースも四天王に近しい実力を持った女戦士だったんですが。魔王の隣で白目向いてる面白い女、クギュこと釘宮理恵様の声はやっぱり国宝級なんだな。完全に釘が可愛いアニメになってる。オープニングが濃厚な釘成分で毎回聞いてる。主人公や女騎士お気に入って家にリビタル魔王様で、人間側勇者がちょっかいかけたせいで主人公が転移していなくなってブチギレて攻め出す。ここは魔王様に賛成だよな。ウルミナス可愛いな。オープニングゼロマク魚曲の再来か。このイントロだけで血糖値高すぎて胸焼けしそうな甘ったるさ。まさかもうこの手の作品で釘宮さんメインヒロインやると思ってなかったから、似た声の新人が出てきたかと思ってた。田村さんも使ってバランスもいい。バリロッサ大活躍でしたね。いい話でした。これって国王と勇者が成敗されたら超スッキリするんじゃない。まだまだ力を全力で出せてないだろうし、来週が楽しみで仕方がないよ。ござ、ゴール良いよね。そしてなんだかんだ金髪勇者好きだったり、笑い。魔王様はバリロッサに興味津々。キャリア官僚のお姉さんが日本最大規模の反社組織の会長にロックオンされてしまう構図ポクテジュアル。伝説のクワによりドラゴンスレイヤーの称号を得てニヨニヨなブロッサム。対照的にクールに見せて内心ダメージを受けてるバリロッサ。魔王襲来ならぬ訪問とコンワも怒涛の展開。コンワは魔王にビビったり、よだれ垂らしながら意識飛ばしたり、バリロッサのキャラ崩壊が激しい。村ごと転送するとは思わなかった件について、笑い。これから大きなバトルになりそうです。バトルシーン楽しみ。国滅びちゃうな。王と勇者はどうでもいいが、第一王女だけは何とかしてやってくれ。家や畑ごと転移かよ。白目向いてたのには笑ったけど、バリロッサさんいいこと言うな。リースが、うん、と言ってたのが可愛かった。1話2話はひどかったけど、面白くなってきたな。視聴継続していてよかった。ハギョウ混じりの勇者の喋りに草、収録現場楽しそうすぎる。魔王なかなか良いキャラだな。誤解が解けると良いが。魔王フットワーク軽すぎだろ。バリロッサはもう結婚しちゃえよ。今回すごく面白かったよ。脳が破壊されるオープニング、ハイレゾ音源で聞きたい。お耳ピコピコ。正直声優のおかげで今季一番好きかもしれん。バリロッサちゃん良いキャラとは思ってたけど、今回面白すぎ。画面左下からフリオン上目遣いで似てるフェンリースが可愛すぎた。魔王もバリロッサロックオンするとか面白いやつで、これからが楽しみだわ。最後の方も止めでごまかしてた感があるから、動画作成に万策尽きたのかな。それ思った。声優さんに予算全振りしてるんだから、察してやれ。魔王も最高に面白いやん。そしていいやつ。リースの兄貴は魔王軍内で一体どういう扱いだったんだよ。普通やられたら弔い合戦じゃって、残りの四天王がフリオに襲いかかってくるものだろうに。死んだらそれまでっていう死生観なんだろう。兵をひょこせ。青春のと見比べたらやっぱ作画ところどころ怪しいな。畑って移動しちゃったら土の成分違うんだから、うまく育たなくなるのでは。成分ごと移動したよ。できる限りの土ごと持ってたのはなかなか豪快でよかった。畑ごとって移転先は一応国内みたいだし、そこまでの変化はないのかも。ギリギリの作画だったけど、なんとかこらえてほしいな。来週が見せ場だし、そっちに注力したと思いたい。ほっちゃんも来るよ。お耳が4つもあるのはきっしょいので、化け物だと速攻バレますよ。頭のあれは髪の毛だぞ。動くけどな、アホ毛みたいなもんだ。魔法使いちゃんかわいい。畑でずっこけた時にパンツ見えそうでよかった。後王女が川澄綾子だったのか、露骨。万病に効能がありそうな釘宮ボイスのオープニング。以上、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ第4話、予期せぬ来訪者のネットの皆さんの反応でした。フリオの元に訪れた魔族は、なんと魔王その人でしたね。バリロッサさんの反応がいちいち可愛かったですが、
帰り際に魔王が面白い女発言したのが笑えました。このおっさん完全にバリロッサさんに会いたくて来てるよね。暗いロード国に宣戦布告したのもバリロッサさんに会えなくなったから切れたんじゃないと思いました。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。